透明で、あ、富士スピードウェイまで行ってみっか。マジっすか？で、ドライブで行って帰ってこよう。よし、出動。行くぞ。すごい。車出すぞ。すごい。すごい。皆さんすごい。ということで。どうしよう、あんな綺麗なエンジンの上に、ボロボロの川崎のタンクつけるんだって。え？いやまあまあまた変わるかもしれないですよね。何が？いやあのそのタンクがついても最終的にずっと川崎。川崎で。川崎ですか？だってフランケンしたいんだ。まあまあごっちゃごちゃっていう。そうそうそう。いややっぱ川崎のタンクじゃなきゃフランケンしたいになんないでしょ。ブル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 。皆さんこんにちは、ゆういちろうです。今日は世田谷ベースに来ております。久々。ついにね、多分所さんが喜ぶであろうものをゲットしました。はい、これを渡そうと渡して、これはちょっとね車関係のものなんです。所さんにとって車、アメ車とはっていう話をちょっとね聞けたらいいかなと、そんな感じで私今日世田谷ベースにいります。まあ、本当ですね。そうだよ。で、ヘルメットはここに縦に長いやつ買う。話したの？これもう回ってます。なんだよ、これ。あれで、どこに座るの？いやいや、もう、ボス、ここどうぞ。ここどうぞじゃないよ。ここ俺のテリトリーだろよ。それはいいんだけど、あなたはさ、取る準備万端で行くわけじゃん。俺今、バイクで帰ってきて、ヘルメット脱いで、なわけわかんないまま座ってるじゃん。これ、ね、芸能人としてこれでいいと思う？本当はさ、なんかちゃんとあんだぜ。本当そうですよね。そうだよ。ちゃんと鏡の前で整えてね。本当ですよ。お月が6人ぐらいバーッとこうやって。ちょっと部屋、こう、ちょっとこう、あれですよ。まあいいやつだ。何？どうしたの？ですね、まず、うん、前あの、ハイエースであのシート作ったじゃないですか。うん、あそこの本社に行ってきて、うん、まああそこの方々とちょっと仲良くなって、30周年記念のちっちゃいフレームのノベリティがあるんで、うん、それをボスにプレゼントしようと。なんか実際のこれ車の中で大きいので組み立てるじゃん、うん、ああいうのってなんか大人のレゴ遊びみたいなので面白いよね。組み立て組み立て、その人のセンスでいろんなものがね、はい、このつなぎでできますよって、はい、これ面白いよね。これよく考えたよね。これありがとうございます。まずそれが1個と、うん、やっぱり、あの心の師匠として何やねんあの、やっぱりずっと僕が考えてるわけですよ。ボスに何かこうプレゼントしたいなと。バイクとか車は、ボスはやっぱりね、最先端のことを言ってるんで、ずっと探して、ようやく見つけたものがあるんで、ちょっとお待ちください。ボス、ちょっと、すみません、いいですか？これ開けるの？はい、これ危ないですよ、これ危ないっていうか、いや、形から言ったらライフルだな、これ。ライフル、あの、割れ物ですから。看板、はい、ね、はい、看板だね、これ。それをこんな電気つけても何にもないじゃん。おいって言いたいところですけど、それ俺も見てない。逆じゃん、逆じゃん、こうじゃん。そうそう、これまた何にもないですね。何これ、ボツボツ2つ出てるけど、こうか。そう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 、ちっちゃくない？奥行きがないと置けないな、これね。ほんとにどうなってんだよ。いや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 、俺もちょっと見てないんで開けてない。ああ、こういうことか。おそういいじゃん。これ生きてんの？いや俺つけてないけど多分生きてると思いますよ。でも俺今さ、これまで取っちゃったんだよこの間。嘘だよ、嘘だよ、絶対嘘。いや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 、シボレー、これまで、はい、ここが、はい、シボレー、これまで。これあれだろうね、1810年ぐらいだろうな。違う違うと思うけど、いやでもすごいじゃん、いいじゃん。それでやっぱ僕の中で所さんといったらコルベット、うん、でやっぱなんでボスはコルベットをずっと持ってるんですか？その話はしない。その話はしませんよね。嘘そう、うまいね。うまいんです。これを先に出しといて、はい、コルベットの話を聞くっていう、もうどういうことなんだろうね。はい、いいね、コルベット。はい、それのちょっとお話を。それで、あとコルベットこう回転するんですよね。何が？しないや、そんなのめんどくさい。あ、いいよ、してあげてもらおう。いやいやいや、
いいけど。そう、赤いコルベットも昔乗られてるじゃないですか。そうだよ。だって赤いコルベットで、はい、64年のコルベットで、うんうん、青梅街道を20代だよね。20代、10年ぐらい乗ってたよ、通勤に。で、初めは、その赤いコルベットも、全然、もう初めからいい、もう全部完成されてなくて、うん、全然止まっちゃったりなんかして、青梅街道でいつも、横に止めて電車で行ったりとか、その頃はね、駐車禁止も帰りまで、お、駐禁になってねえやなんて、そんなや緩い、やらない時代だからね、うんうん、ゴルベットで通勤して、うん、で、桂木さんと知り合って、でこれ、スーパーチャーでつけようぜなんつって、穴ぼこ開けて、スーパーチャーで飛び出させて、あ、飛び出させたんですか。そうだよ、飛び出てたんだよ、バー出して。雨降ってくんと、バケツかぶして、でかいバケツ買ってやったから、ガムテで上に貼って、ちっちゃい穴開けて。そうだよ、バケツつけ、バケツ込みで、雨降ってきたら、バケツつけ。そんな、もうお金がないから、なんかこのシュノーケルみたいなのもつけられないから、ああ、その頃は。だからただただ穴開けて、もう、このスパイダーやってる。飛び出てた、うん。それで、そのキャブの上に、バケツ乗っけて、下から空気入れて。っていう感じで、で、エンジンももう新しいのにしようって言って桂木さんに頼んで、また違う新しいエンジンにしたんだけど、それが出来上がってきた日にガーッと夜帰ってったら、所沢会場のオープンのところで、まあ道路工事やったんだよね、はい、で、マンホールが壊って下をなんか掘って、また工事してから、マンホール上がってたわけ。浮き出てた。浮き出てたわけ。書いとけって言うんだよ、だから。今だと書いてあるじゃん。書いてあるかもしれない。工事やってますので、デコボコしてますとか、うん、なんか余計なこと書いてあるじゃん、いっぱい。その頃はないから、そういうのが。夜バーンと書いたら、この上をコルベがバーンと取った時、ある程度年数カーンって言ったんだよ。カーンって。カーンって言って、あれなんでオイルボンぶつけちゃったじゃん。開けて、下見て、あれ俺の漏れてないな、うん、漏れてないわ、もうエンジンかかんないんだよ、うん、漏れてないのになんだよ、エンジンかかんないの、オイルパン全部取れちゃって気持ち悪い気持ち悪いカーンってオイル全部、そこにバーッ全部出ちゃって、それは、こさっちゃうよね。そうですね。だから、風間さん言ってたもんね、なんの、どんなエンジン作ってもダメだなんだってもう普通のエンジンでいいんじゃないかな。なるほど。そう。なるほど。そういう、なんかコルベットの思い出が。あ、思い出が。だそれは、そのコルベットだよ、今。亮が04で、優勝しコースレコード、日本レコード持ってるのは。7秒いくつだっけ ?04、7秒だよ。コルベットをずっと乗ってて、はいはい、その後に、なんか、まあ一回コルベットがなくなったんだけど、うん、でもやっぱコルベット欲しいなってで、今乗るんだ。やっぱあのシーツに魅力を感じるんですか。なんだろうね、コルベットの中で一番かっこいいからじゃない。あの形あの間に、俺 C1 乗ってたんだけどね、なんか薄ら61年の、はい、テールランプが丸めで、うんうん、前側がその一番初めの頃のコルベットの顔してるっていうのを乗ったんだけど、うんうん、で、やっぱりスポーツカーっぽくなってるのはやっぱ C2 から、うん、だから64年でドラムブレーキなんだけど、63年まではドラムブレーキ、うん、64年にディスクブレーキに変わるんだけど、で、まあ、うちのはもう全然今のディスクがついてるけどね、うんうん、快適に、うん、あ、やっぱボスにとってそういう重さがあるからね。なるほどね。うん、いや、その頃ね、例えばベンツの SL とか、はい、もう欲しかった、うん、欲しかったんだよ。だけどなんか金がないから、うん、あの頃、今はコルベット高いよ、うん、その頃は安かったんだよ。あれ安かったんすか。安かった。俺が乗ってる頃は誰も見向きしない。見向きもしない。 C2 なんて俺はいくらだったの、あれ250万円だったんだよ C2。
その頃のすみません、ベンツは大体おおよそ。おおよそベンツがだから500万、600万ぐらいで買えたんじゃないの。おお、じゃあ2倍、3倍。うん。C2 は安かったの。カマロなんかも安かったんだから。うん。40万とかで売ってたんだからね。あの、サメカマとか。おお。うん。だから遊びやすかったんだよ。うん。今は高いけど、うん。その頃は、まあ、買いやすかった。あと、いろんなパーツで遊べるっていう。あ、そうだ。こうなったらもう、ちょっとドライブ行くか。コルベットで。この話が出ちゃったんだから、もう盛り上がってるから。甲州街道ずっとまっすぐ行って。いや、東名で、あ、富士スピードウェイまで行ってみっか。マジっすか？うん。で、ドライブで行って帰ってこよう。よし。出動！行くぞ！すごい！車出すぞ！すごい！すごい！皆さんすごい！やったー！全部走ってますね、これは。ああ、行かなくたっても富士五湖行っちゃってんだもん。うん、そうですね、もう行かなくていいですよ、これ。うん、行かなくていいんだよ、俺のコルベット。うん、もう持ってなくていいですね。うん、じゃあ持ってなきゃダメだ。でも快適に乗れるんですか。快適じゃないよ。快適じゃないんですか。快適じゃないよ。だから、だって床が熱くなっちゃうんだもん。え、床が夏場が熱くなっちゃうんだ。エンジンがマウントされてるでしょ、うん、エンジンが熱くなると床に直になんか熱が来ちゃうわけ、ね、床がチンチンになっちゃうんだよ。で、俺床に何もなんか断熱材とか貼ってないから、うん、もう鉄のまんまでしょ、チンチンになっちゃうんだよ。そうするとこの靴のこういうところあるんじゃん、うん、コンバースとか、はい、溶けちゃうからね。ほんとっすか。溶けちゃう、ここは。本当だよ。今回ちょっとコルベットっていうことで終わらせていただきます。何がよ。こんなんでいいの。ダメでしょ。いやいやいや、こんなシルバーじゃねえじゃねえかよ、うちのコルベット。こんなテカテカじゃねえよ。まあいいや、これでもう今回はもうちょっとマットなんだよな。こんな光っちゃいないんだよ。素晴らしいね、この車。このグランツーリスモじゃん。